ゆみです。今回はですね、新旧祝いみたいな感じで欲しいものをね、あったらプレゼントで買おうっていう感じで、春休みね、お出かけしたんですけど、はい、そこでね、りみちゃんが選んだもの、はい、まあ一応予算的にはまあ1万円ぐらいを目安に買ってきましたね。はい、はい、じゃあそれを紹介してもらいましょう。はい、まずはプーさんから行く。なんかね、たまたま行ったらね、プーさんのなんかなんていうの、期間限定でプーさんショップみたいなね、まあビレ版なんですけど、そう、特設会場が設けられてて、そこでプーさんグッズがね、いっぱい売ってたんだよね。はい、で結局やっぱりみちゃんね、プーさんが大好きだから、そこでね、お買い物をまずしました。はい、はい、一つ目、はい、じゃん、プーさんのシール。シール、ちょっと開けてみてもらってもいいですか。どうなってんの。あ、そういう感じか。なるほど。1枚ずつになってんの。1枚ずつになってんの。全部で8種類あります。全部で8種類で、こんな感じで、わかるかな。ね、こういう風になってるのがロール状になってるんだね。うん、はい。これ結構いい値段するんですよ。これで770円だっけ。プーさんは高いですね。こういう感じでね。はい、じゃあ次行きましょう。いや、ソフビパペットマスコット。ソフビパペットマスコット。まあ指人形みたいな感じかなと思われます。はい。はい、じゃあこれ何が入ってるかわからないタイプで。うん、全何種類？全10種類。10種類もあるのか。で、プーさんがね、3個ぐらいしかないんだよね。あとはちょっと仲間たちみたいな。うん、ラインナップがこんな感じの10種類です。この中から1つだけ入ってるんだよね。うん、何が欲しい、リミ？普通のプーさんが欲しい。普通のプーさんね。ハチミツとか持ってない。はい。じゃあ開けてみましょう。何だろう？お。お。どうかな、なんだろう。お残念、プーさんじゃありませんでした。フクロウだね。まあ10分の1の確率はなかなかね。おそうだね、指人形なので指に入ります。すごいね、かわいい、かわいい。じゃあ次、はい、こちらホッチキスだね。すごいなんか重量感がある、なんて言うんだろうね、しっかりしたホッチキスだよね。うん、これもなんか1600円ぐらいしましたね。1650円か。結構高級なホッチキスです。かわいい、かわいいね。初めて見る感じ、マルタとプーさん。うん、こんな感じでね、こんな感じで、めっちゃ可愛いです。はい、可愛い。こう押す感じね、こうやって。これ学校持ってくんすか。持ってこっかな。はい、じゃあラスト、はい、ラスト、じゃん、筆箱でございます。まあ、レミちゃんはね、でもね、筆箱もう新しく使うの決めちゃってて、もう用意もしちゃってるんで、これはね、まあ4年生の途中か5年生で使うんでしょ。はい、もう一目惚れしちゃったんだよね、この筆箱にね。うん、最後のね、一つだったのね。うん、ね、中身は、中はどうなってるの。中を開けるとね、うん、2つに分かれてる。おー、ほんとだ、使いやすそう。で、ポケットもなんかついてるよね。うん、後ろ。後ろになんかこう、うん、定規とか入れられそうとか。あとなんかメモとかね。はい、こんな感じでなっております。はい。
今までいろいろなねプーさんの筆箱って実は雑貨屋さんで見たんだけど、うん、リミちゃんがねこれがいいって言ったのあんまないんで、貴重な筆箱かな、うん、こんな感じです。はい、これはね、まあ4年生の途中とかからも使ってもいいし、まあいずれね使います。はい、はい、じゃあ次 GU。 はい、次はね GU でちょっとだけねお洋服を買ったのでそれもね紹介しましょう。はい、まあ大体このプーさんがこれで5000円ぐらいでした全部で。はい、じゃあ次 GU。 うん、これはね薄い、ほんと今の時期着る長袖のロンティーっていうの、はい、こんな感じで、もうリミちゃんの好きな水色はいだね。まあ、長さ的にもちょっと大きめかな、ちょっと下裾そうこんな感じでちょっと入るかな、こんな感じでちょっと長めです。はい大丈夫ですか落ちた。はい、じゃあ次は最後からもうね、うん、最後も上です。はい、これは T シャツです。これはもう半袖です。もうね世間はねもう半袖だよね売ってるのね。うん、暑いしね、もうゴールデンウィークさくらいになるともう半袖着てたイメージじゃない。確かに、こんな感じでやっぱちょっとね大きめを買ってます。リミちゃんダブダブが好きなのではい、こんな感じで大体 GU では、まあ、3000円ちょっとっていう感じで、まあね1万円は別に使い切ってるわけじゃないんですけど、大体まあ8000円ぐらいのお買い物をね今回しました。はい、はい、じゃあリミちゃんも進級したのでもう4年生です。新4年生、はい、もう半分折り返し地点に立ちましたね。もう今まではね低学年っていう扱いで何でもね上のお姉さんお兄さんに頼ってきたかもしれないけど、これから1年生とかまたねリミちゃんがたちがねこう教えたいろいろ教えてあげたり。4年生嫌なの？なんで？だって中途半端じゃん。中途半端？わかる。4年生が一番いい。私も3年の時4年生嫌だって思った。そうなんだ。やっぱ4年生って中途半端なのかな。一番学年で中途半端な扱いだから。ああ、そっかそっか。上でもなく下でもなくみたいなね。なるほど。まあそうだね、5、6はなんかこうもう上って感じだけど、4はうんみたいなね。感じだよね。あ、そっかそっか。上にもなりきれず下でもないみたいなね。3年生の頃4年生嫌だと思う、うん、一気に5年に行きたいって思って。へえ、そうなの。リミもそういう感じなんだ今。そっか。でも4年生を乗り越えないと5年生になれないのでね。でも4年生楽しかったよ。うん、しーちゃん4年生も何に楽しんでたよね。楽しかったよ。大丈夫だよ、リミ。うん、じゃあ頑張りましょう。はい、はい、というわけで、今回はうんうんリミがお買い物したものを紹介しました。はい、それでは、バイバイ。グッバイ、そんなポスターも、シーユー。バイバイ。